大好き甲斐ひろみです。私は今神奈川県綾瀬市にやってきています。今日はこちらで綾瀬工場ミニ四駆グランプリという大会が行われるということで、どんな大会なのか探っていきたいと思います。あれ、なんかいっぱいミニ四駆が並んでますよ。こんにちは。こんにちは。え、こちらは何をやってるんですか？はい、こちらはミニ四駆をデコレーションして競うことをやっています。デコ四駆が並んでるわけですね。そういうことです。はい、うわ、すごい、いろんな作品が並んでますね。各企業さんが、はい、自分家のものづくりを生かして、まあ、デコレーション飾ったり作ったりしてきてくれたんですけど、はいはい、見ていただいて一般の方にどれが一番好きかなっていうのを QR コードで投票していただく。ちょっとせっかくなんで見てみましょうか。面白い作品いっぱい。何これ、これパワーショベルってやつですか？そういうことっすよね。ショベルカーだ。はい、この会社さんは、はい、このショベルカー、まあ、剣器とか銃器を実際パーツを作っている会社さんなんで、それを表現したんだ。いやー、すごいかっこいい。本当に動くんです。動くように職人さんが作ってくれたそうです。しかもキャタピラも仕込んであるっていうね、ちゃんと。でも見て、タイヤミニ四駆のタイヤ使ってる。そうなんです。すごい面白い。ものづくり企業ならではのね、デコレーションというかね。なかなか技術がないとこういうところは絶対行かないじゃないですか。そうですね。これはまたこだわりポイントもすごい。セドリック、おお、かっこいい。まあ、それをちょっとやんちゃなね、仕様にして。これどういう風に作ったんですかね。これはここはプラモデルのボディなんだけど、はい、フェンダーとかは僕らがパテで持って削って仕上げてるね。うわ、すごい、ね、この後ろの滑らかさもすごいですよ。はい、ちょっとお尻上がってるっていう。うわ、ちゃんとこれも実写に合わせて。そう。あれ、今度また可愛らしいのが、可愛いものが出てきました。マシン名バラが咲いた、はい、小学生の娘が綾瀬市の花はバラだから、みんなにバラの花を見せたいと言って作りました。ですね、すごい、ちゃんとこれなんていうんですか、ラインストーンをちゃんと二重につけたりとかしてますよ。重ねて撮ってますね。これ何、これは電車？東海さんはこれ江ノ電なんですって。江ノ電仕事やってるんだって。本当だ、同様の形状を作成する折り曲げ加工の加工技術を駆使してミニ四駆に搭載しました。すごい、電車になってる。しかも見てください、サイドにマスダンパーついてるから、ちゃんとこの走行性も考えられてますね。みんなやっぱプロが集まってるから全然違う。ちなみに隣にこれコースありますけど。そうなんです。こちらは今日これから、はい、ミニ四駆ものづくりをしていただいて、最後にはレースをします。え、楽しそう。はい、私も参加したいです。ぜひしてください。いいですか？はい、参加してもらっても大丈夫です。やった。普段は何をされているんですか？普段は板金工をやってまして。今日レースもやるっていうのを聞いて、会社のプレッシャーが結構。そう思うと会社の看板を背負って今日いらっしゃる。まあ、確かにこの制服を着ているということはもう完全にそうですよね。お仕事って何をやられてるんですか？板金溶接、鉄のものを加工して、はい。ちょっと皆さん会社の看板を背負ってきてるっていう話。そうですね。一応。社長からは優勝してこいって。目指せ優勝ですね。大きな、攻略のポイントとなりますので、こちらのミニ四駆を使ってこちらの工具キットで作成、モーターとローラーとマスダンパーを選べるってことですね。やっぱちょっとコース見た感じ結構カーブとか多かったんで、バランス重視で組んでみました。右カーブが多かったりとかすると右側に重心を助けて、可動式だぞ。でも今時流行りじゃないですか。でも私の作戦としては上げ下げ攻撃でいきたいと思います。スピード上げて上げてマスダンパーで下げる。
て下げたところによってちょうどいい加速度でコースアウトしないベストな走りを見せたいです。本日のレースを始めてまいりたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いいたします。さあそれでは皆さん準備よろしいですね。それでは参りましょう。スイッチオンスタンバイレディーゴー。さあレーススタート。これはみんないいスタートを切っているな。オープニングラップ1周目は全員車ほぼ横一線。これは面白いところですが、おーここで1人もちろんコースアウトさあ残っているのは2人いました。さらに戻ってきたのは2連スタート、チーム横進勝ち上がりを見せる。やばい、めっちゃ熱くなってきました。ニューヨークチャンネルチーム、ちょっと待って待って待って、やばい。さあそれではレース参りましょう。スイッチオンスタンバイレディーゴー。さあまず飛び出したのは2台のマシンだ。1レーンのマシンと2レーンのマシン、チーム横進、そしてミニオンクチャンネルチームが2台のマシンが、さあここでファイナルラップに突入していく。これは横一線どちらかと思ったか、ここでコースアウトだ。勝ったのは1レースアウト、チーム横進、おめでとう。皆様、どれか分かんなくなっちゃうんでね、あの裏会社としての名前をね、しかも1位2位で決勝レース、スイッチオンスタンバイレディーゴー。さあ本日の決勝、立ち上がりを決めるまず1周目、1周目スタートのチームナウさんがチェック。さあこのままファイナルアップと突入していく。これは1回と1回どれが勝つか分からない。さあもう1回スタート、チームナウ本日の優勝、おめでとうございます。電池の使い方が良かったじゃないですかね。電池の使い方、はい、でちょっと空回しして、おまあそれちょっとちょっとやってみたい。やっぱそこがプロのコースで。それでは表彰式の方を開催させていただきます。初めてのあの速度、感想をしっかりしてもらって、おめでとうございます。なのみの表彰とさせていただきます。はい、ということで綾瀬工場ミニ四駆グランプリの模様をお届けしました。いや本当に町工場の皆さんのものづくりのプロだからこそできる技術をミニ四駆に生かしていて、もう技術が高すぎて本当に驚きました。私も実際にレースに参加できてとっても嬉しかったです。やっぱりミニ四駆は楽しいですね。それでは皆さんまたお会いしましょう。キープオンランニング。